皆さんこんにちは、茨城ほのぼのチャンネルです。今回は再度水戸市にありますトレビアンさんに行ってきました。前回初めて伺いまして、カードをゲットしましたので、安く食べれるのもありまして、前回ね海鮮だったので、今回はね、アピールしてる美味しい常陸牛をねいただきたいと思いましてお伺いしました。1時間前に、行って並んでたんですが、開店前にはねカード優先の方が、中に入れるので、開店前にねやっぱり寒いせいか中に入れていただきすごく助かりました。今回オーダーしたのが常陸牛カットステーキとチキン南蛮タルタルプレート。カードありなので1100円税込みです。カードなしですと1400円税込みになります。今回の動画は以上になります。皆さんいかがでしたでしょうか。せっかくねカードをゲットして優先的にね早く、食べれるということが分かりましたので、次回機会があれば他の気になるメニューですね、そちらを食べてみたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。